今回は、FF12 のイベントの今日プラスでいきたいと思います。さっき一回行ったらびっくりしても何いきなり8000とか食らっちゃって、あれどうしたらいいんだろうと思って、で一応対策じゃないけど一応フランさんの必殺技が攻撃力と魔力を下げるだったから、それをね最初に打とうかなと思って、ただそれでどうにかなるのかなっていう不安の方があるけど、ちょっと難しいよね、フレッドさんはデッサの叫ぶをします。叫ぶを入れれば結構ね光の戦士が活躍できるんだよね。で生属性攻撃と攻撃力下げる、魔力を下げる、きつい、はいはい、したらいいんだ。これで多少下がるかな。さっきの何だったの、ユヒを連れて行ったらねすごい食らっちゃって、ユヒが弱かっただけかな。多少削れてるね、多少だけど、これが2枚あった方が良かったかな。1枚だとちょっと似合わないかもしれないな。あとセイントクロスの回数だよね。入れてくんの、叫ぶ入れようか、叫ぶ入れればスロー解除できる。もうしてこないよね、どうなんだろう、するのかな。あでも半分いってないじゃん、まだ入れよう、入れて、あっ増えたし厄介だな。ちょっとさん必殺が止まんないかな。あ、痛い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 、あと、早まりを全部に打っていこう。あかん、あーよかった、セーフ。あ、ピンチ、回復手段がなくなったぞ。しよう、魔力上げてないからそんな食らわないよね多分。あでもなんか足の宣告、これきついな。よし。
もいいね。超ギリギリじゃん。精錬してあればいけたかもしれない。はい、粘ってるね。でも二人になってから、あーもう無理だ、あー無理だあー惜しい惜しい、うわ悔しい。待って、やり直そう。あれだね、ちょっと やり直して何回も立てなかったら画面だけになるかもしれない。いつも通り大体ね、終わった後画面のみになってたらね、何回もやり直したんだなっていうそんな感じかな。とりあえずやり直す。はい